え先ほど申し上げたようにこのメンバーでこうやって集まるのは今日がラストになるかなというふうに思いますここで北村さん山田さん吉沢さんに伺いたいんですが今仲間たちに言いたいことっていう、結構長くなっても大丈夫ですこれ。北村さん行きますか北村さん仲間たちにいたい言いたいこと言いたいこと伝えたいことありがとうマジでなんかありがとうございましたすげえ青春だったなという 感じがしててあの僕は役者人生の中でいろんなターニングポイントがあってその都度毎回同世代のの役者との出会いがあるんですよ思い返せばもう小学4年生の時の「豚がいた教室」という作品だったりあの鈴木先生だったり「青木葉とお年だったりその度にこにいろんな同世代の 仲間たちと出会ってきてでこの「東京リベンジャーズ」では自分が主演という立場でこんだけ自分の誇れる仲間たちが一緒に作品と向き合ってくれて一緒にいろんなことと戦ってくれてそしてこうそれがまあ結果的に大ヒットという形を取れたりいろんなたくさんの方に見ていただけたりっていうゴールを迎え入れて。 すごく感謝してますしこれはやっぱり誰か一人では成し得なかったことだし思い返せば僕とこの二人から始まったような物語からこうやって地続きでいろんな仲間たちがこんだけ集まってくれたことに感謝してますしうん本当に今ライブビューイングを見てる皆様だったり映画を今ここで見に来てくださっている皆様 だったり本当に多くあの仲間を見つけることができたなという、まあ、本当に最後になってしまうと思うんですがまた会いたいなってほ本当シンプルに思いますねそのこのメンバーでというか別の作品でそれぞれどういう関わりかどういうもしかしたら自分がめちゃくちゃ悪役で結城くんと戦うとかなんか。 オとバディ組むとかいろいろあると思うんですけどなんかずっと役者仲間として共になんかこう映画だったりドラマを作り上げていきたいなって思ってます。はい、山さんんんいかかかがですかうーんなんか、まあ、本当に もう正,もう正直に言えばもうあの、ね、あのみんなで,みんなであのここに立ちたかったなっていうのはまあ,ありますけどもそれはまあ置いといたとして置いとけないけど置いといたとしてあの本当に僕ちょっとみんなより年上なんでなんかみんなのことをすごく引っ張れたらなとかは思ってたんですけど、まあ、本当にすごい。 存在感というか僕より年のまあ下の子たちが多いんで、あのー、すごいみんな,そのなんていうの自分の力というものを本当に存分に発揮してで自分がそこにいるっていうことにちょっとあの俺が引っ張っていきたいなみたいなふうに思ってたのがなんかいや俺必死にみんなについていかなきゃみたいなぐらいその力のある人たちと一緒にできて。 本当に刺激になりましたしあのー、うん、なんか本当にこの作品でこの作品で、あのーまあ、ドラケンの人というか、あのー、でそこからまあ山田裕貴という名前を、あのー、覚えてもらえた人もいるんじゃないかなっていうことも思うので本当にありがたいなって思うのとまあ本当に匠っちも言ったようにこれから先またどこかでみんなと誰かと、えー、一緒にやりたいなっていうのは。 本当に常々思ってます。はい、吉田さんいかがでしょうか。そうですね。まあなんでしょうね。まあね、いいっすよね。<laughs> いやなんかな、なんだろう。まああんなことがあって、まあ実際公開もどうなるのかっていうこう、まあね、おののそれぞれ多分不満な思いとかもあったとは思うんですけど。 こうやって実際公開できるってなって今日あの改めてみんなで会ってもなんかなんていうのかなもう本当に普段と変わらないこうそれぞれ各々がなんが楽しそうにやってる感じがああんかやっぱこのチームは強いんだなっていうのをまあ改めて思いましたしうん、ま。あ 多分ここにいる皆さんは今後また別の形でもお会いできそうな方々だなぁとも思うし会いたいなぁと思う皆さんなのでまあぜひ今後ともよろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます,います、えー。お時間が来てしまいました、えー。最後に代表して北村さんから一言いただいてもよろしいですか。はい、えー、本当に皆様今日はありがとうございました。 えー、そうですね正直どうなるかわからなかったです後悔はだし、あのー、いろいろあった後にプロデューサーにはったんですけど僕は、えー、一人でも自分が一人で立つことになっても舞台挨拶はしたいとむしろそれ一回だけでいいんじゃないかとっていう話をしたんですけど と思っったたらみんな集ままてくれましたもう自分を恨むような時間もあったんですけどでもやっぱり公開を待ってくれる人たちが全てで皆様に本当にこの笑顔を純粋に見てほしいという思いで今日までえやってこれたと思います。あの <laughs> まあ、今も話してたんですけどきっと、えー、きっとこのメンバーでステージに立つことは最後だと僕自身も思っているんですがそういう寂しさもありつつただあの、このステージに立っていない仲間も含めて僕たちがこの映画に費やした時間っていうのに嘘はないし本当にみんな Do my best で。 一秒一秒真摯にマジで頑張りましたこのリベンジャーズという作品を成立させるためそして完結させるために、えー、そういう映画がやっと届くことに素直に感謝しておりますどうか、えー、これからもですねこの東京リベンジャーズという作品を愛していただきたいと思います僕たちもやっっぱりずっと 愛し続ける作品ですし自分たちの子供のようなものなのでぜひともこの映画をこの先もずっと愛していただけたら嬉しいです。どうかよろししくお願いしますよろしくお願いします。ありがとうございます。